よし、皆様、こんばんは。今日も遅くからありがとうございます。神崎です、よろしくお願いします。もうすぐ、ヒューゴも引っ越しということで、あと僕もライブをやるのも、あとこの店では、この店舗ではあと2回ぐらいになると思うんです、ヒューゴのうち。今日も、はい、いろんな場所から、あ、ヒューゴ、引っ越すこと知らなかったでしょ。いないか、いないか、いないか。後でちょっとあれですね、終わった後、うちそこの店に移動するので、後で指さしますので聞いてください。さあ、そんなわけで今日はごめんね、ちょっとマイクが、よし。出てきてスーツの人の前でばっかり出したらね、今日はよスーツの人一人もいなかったんで、よかったそうです。いや、よし、あそこにいたのは何ですか、大学の教授の方とか、こう製薬会社の副社長さんで、ちょっとね、今日そんな多分偉い人いないと思うんで失礼な人だけど、社長一人だけしか来てないから、ちょっとよし、今日も一日よろしくお願いします。もうね、朝から歌ってもうテンションおかしくなってきてるね、ちょっとね。よし、頑張って歌います。というわけで1曲目は、明日も歌うであろうこの曲を歌いたいと思います。ハロー、ミスターマイフレン、夢で一緒に踊らないか、登ると決めたんだ。夕べモーニング目を覚ましたっていきます。怖すぎだから、きらりきらり素敵なステップで街に光灯すわ。誰かのために生きることが幸せであれ。涙が君も、あなたも。
広がる絆希望の声届けに行くわ高田の夢じゃん。どうもありがとう。立ち止まっていいの歴史は繰り返すそして今日ここに生きてる収穫に立ち会えずとも種をまき続けようそして息は伸び月が滲むそれだけで生きてもった早く出かけよう一緒に歌うよ Go! We like to be that Go! Oh, oh, we like to be that きっと僕らにしかできないことがある過去の栄光は飾られた美化の象徴昔話に花が咲くより水をあげてこうよ作っては壊してく傷つくこともあるだろう目を閉じて初めて気づくそんな光でもある天気予報では雨のち晴れ雨男がいるかもしれないだけど傘はいらないできる人は探し求めてる吹雪の中からよかも次が We like you are We like to be な言葉だけではもう伝えられないよもう Come on We like to be な Come onすごいちょっとみんな戸惑いがあるので、ちょっとチューニングさせて。今日あれじゃない？朝早かった人多いんじゃないの？多分。朝みんな6時起きより手前の人。いただいてありがとうございます。最近すごくあのスタジオワークが多くて、いいですね、ちょっとプロのミュージシャンみたいな感じですけど、スタジオにいることが多くて、あの5月に新しいアルバムを出す予定になってて、間に合えばなんですけど、なんとか隅田に学ばせたいなと思っていて、でその時のアルバムのタイトルを今日みんなで話して決めてきまして、今回アルバムのタイトルはハローマイフレンドではなく、今回はワンダーラインというアルバムのタイトルになりまして、一本の線がつなぐ、そんななんかみんなとの出会いを描こうというのにしましょうと
という感じで、今日はあのメインになるワンダーラインという曲をちょっとみんなでお話し合いしながら、こんな曲にしたらいいよねとかをちょっと話し合って今作っている最中で、作っている最中はね、まあ自分の中でねやってるだけなんですけど、それはねちょっとある程度の何て言うんですか、過度なストレスが溜まることがいろいろありまして、え、なんか俺面白いこと言いたいのかな、うん、え、ガチャガチャ言ってる、あのいつもとねちょっと違う感じの歌い方もするかもしれないし、いつもの歌も歌いつつ、ちょっと今日はねあの後半7曲ずつぐらい歌おうと思うんですけど、後半の頭にですね、あの先に言っちゃうけど、渚の小太郎をこの間作ったんですけど、小太郎のアルバムで、それのリミックスバージョンをこの間撮り終えて、今日まだあのミックスって言って最後音のバランスを合わせるんですけど、それはまだやってないんだけど、ちょっとそれができるし、今日は小太郎スタッフのマイナさんも来てるんで、それをちょっと流しながら歌いながらやろうかなと思ってますんで、さっきちょっとその渚小太郎をお届けできたらなと思っております。あ、それまではあの僕の歌でご勘弁をという感じですけど、次の曲はあのハローマイフレンドの中で歌った曲なんですけどもね、こんなこと個人的に言うんだけどね、このセットリストで言ってたのあれなんだよね、今日は優が元気ないけど来るって言ってたから、じゃあ元気出すよね、このセットリストをつけとこうかなと思ったら、あいつ来ねえしと思って、ちょっと、まあ、あの 歌ったよってことだけ伝えといてくれればね、優の字に言っといてくれればと思います。
らっしゃいませ。いらっしゃい。おお、どうぞどうぞ。どうぞどうぞ。どうぞ。なんか天皇陛下来たみたいな雰囲気です。気をつけて。ちょうど今歌い終わったのがドンピシャだ。
それの1個が、あの2月某日にプロポーズをしたいと思います。かっけて頑張ってほしいなと思ったら、あの出会った、その彼女と出会ったその日にプロポーズしたいと思いますっていう素敵なね、のが来てて、うわいいなと思ってて、かんちゃん応援のメッセージを質問箱でお願いしますって言ったらさ、その俺が答えちゃったら出ちゃうじゃない。だからそれはまずいなと思って、で2月10日の日さ、なんか俺全く関係ないけどドキドキしてた、ちょっとで2月10日俺なんかイベントあったじゃんっけ、関係ないか、ゆめちゃん、あ、小太郎だ、かんこた、かんこたで、で大丈夫かな、成功したかなと思ったら、あ、ロップか、ロップか、ロップと豆乳だ。この間ちょっと進展が、返事がというか上がったんですよ。すごい興味湧かれる人お話でしょ。あのこれ本当にあれですよ、あのあげないでね、絶対長野さん、翔太さんお願いします。カットで、オールカットでございます。なんかあの大丈夫